オーバーダハシテッテンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのアンスバッハ郡に属す、町村で、フランケン高地に位置する。オーバーダハシテッテンは、ミッテル・フランケン行政管区アンスバッハ郡の北辺に位置する。この町は、フランケン兵衛自然公園内、フレンキシェレーツアと川上流域沿いの標高416から534メートルに位置している。この町は、 公式には10の地区からなる。このうち小集落や孤立農場などを除く集落を以下に列記する。中世初期、この場所はタジディングと呼ばれた裁判審理のために周辺住民が一定の日にちごとに集まる場所であった。時代が下るにつれ、タジディングはテイジステイトン、最終的にはドックステトンと変遷した。中世には司法を司る帝国自由都市となり、 このため紋章には帝国の象徴であるわしと先生を象徴する手袋が描かれた。1860年、鉄道建設が構造変化と新しい雇用先をもたらした。オーバーダハシュテ,ッテンは周辺地域に拡大していった。1930年までは採石業が栄えた。1900年にはすでにオーバーダハシュテ,ッテンの人口は725人で、 あったが、1945年以降300人以上もの難民や故郷を追われた人々が流入し、1950年の人口は1172人に達した。鉄道と連邦道に挟まれた形のオーバーダハシュ鉄点にはこれ以上発展の余地はほとんどなかった。社会資本への大規模な投資により広い工業用地の開発が行われた。 これ以後150件の新たな住宅が建設され、人口はおよそ5割増となった。この町の議会は12議席で、これに主張が加わる。1900年以降のオーバーダハシテッテンの主張は、知られている限り以下の通りである。紋章は、左右に分割、向かって、左は金字に、赤いくちばしや爪を持つ、黒足の半身、向かって、右はさらに上下に分割される。 上は赤字に、銀の手袋、下は銀字に、黒の先項十字。オーバーダハシテッテンは、ミッテルダハシテッテンや現在は別の自治体に、分離されたウンターダハシテッテンと共に、帝国直轄地に属していた。こうした明白な関係から、帝国の象徴である和紙が、紋章に描かれた。手袋は、1417年から1539年まで、オーバーダハシテッテン及び、 ミッテルダハシュテ,ッテンに与えられた司法権の象徴である。先行十字はドイツ騎士団を表す。ドイツ騎士団は1438年以降、オーバーダハシュテ,ッテンの庇護権、ミッテルダハシュテ,ッテンに広大な所有地と10分の一税徴収地、ベルクラインとデリフラインに領主権をそれぞれ有していた。紋章の多くの部分を占める白と赤の色は、 この自治体の旗にも採用されている。連邦道 B13 号線に面しており、オーバーダハシュ鉄典から近隣大都市まで 15km で、ある絵は交通の便が良い。オーバーダハシュ鉄典の駅は、ドイツ鉄道の幹線ビュルツブルグミュンヘン線にあり、毎日20本以上の列車が、アンスバッハあるいはビュルツブルグとの間を結んでいる。この駅からは、 アンスバッハやローテンブルクオプデアタウバーへのバスの便もある。集落から数百メートル離れたところに、青少年キャンプ場、ビーチバレーコート、芝生広場などを備えた池がある。水事場、シャワー室、トイレを備え、ラウンジとして利用されているマルタ小屋もある。オーバーダハッシュ鉄店の見どころとしては、セバルトロマイ教会、ミッテルダハッシュ鉄店地区の教会や、ベルクライン地区の教会が挙げられる。 セーバルトロマイ教会は1837年から1844年にミュンヘン古典様式で建設された教会である。セーバルトロマイ教会の鐘は4つの鐘からなっている。最も古い鐘は1616 16年にニュルンベルクで、最も大きな鐘は1791年にアンスバッハで、最も小さな鐘は1926年にローテンブルクオプデアタウバーで鋳造された。 1961年に4つ目の鐘が設置された。ベルクラインとミッテルダハシュ鉄テテンの教会は自営教会である。ベルクラインの教会は教会の守護聖人に聖キリアンと聖国軍でを建てつっている。合唱塔は中世の城壁の一部である。ミッテルダハシュ鉄テテンは守護聖人聖アーコップに捧げられた。文献では1122年に初めてその記述がある。 合唱塔は14世紀末の建築で射撃用の狭間を有している。塔は18世紀中頃の建築である。毎年10月の第3日曜日に大ーーダハ橋鉄底の教会祭りが開催される。この祭りのハイライトは伝統的な教会祭パレードであり、その起源は1900年頃に遡る。この他の見どころには悪魔の墓といわゆるシュピンネリンがある。伝説では アポローニア・フフナゲルという若い娘がアンフェルデンからベストハイムの糸紡ぎ小屋へ通っていたという。アンフェルデンとベストハイムの間の森の中には悪名高い悪魔の墓という危険な場所があった。しかし娘はこれを恐れないばかりか夜中にそこで糸を紡いで見せると明言し実際それを試した。翌日他の人が通りかかると娘は首がねじれて死んでいた。墓石は ロマネスク様式の十字架型に作られている。オーバーダハシュテッテンの長域には、レーザとト川の源流もある。オーバーダハシュテッテンから、マルクトベルゲルへの遊歩道沿いにその源流はある。フランケンヘイエ自然公園に属すオーバーダハシュテッテンの長域には、多くの遊歩道や自転車道が通っている。例えば、オーバーダハシュテッテンを通るビーバータール自転車道は、ロマンティックフランケンを走って、 古城街道自転車道やセンタール自転車道に接続するバンベルクからのアイシュタール自転車道もこの長域を通っている。ありがとうございます。